ジ、えーマ信用というのを語るんですけれども、まあ一応あの今日のキーワードを並べてみました。えー、これでジーマ信用と呼びます。ジーマというのはゴマのことですね、えー。セサミクレジットとも言います。まあつまりゴマみたいな小さいつぶつぶみたいな評価が集まって信用になっているというふうな意味だと思います、えー。その他にですね、今日は評価経済、あと上級市民下級市民というのもまあ一応キーワードになりますけれどもですね。もともとはですね、あの このおじさんから始まりまりした、えー。ジャック・マーという人ですね。中国のです、ね、アリババグループっていう IT 企業の、まあ、最大手のです、ね、会長をやってた人で,です、ね、この人がですね、えー、ダボス会議スイスのダボス会議っていうのはご存知ですかあの、ね、毎年スイスで一回開かれる何でしょうねなんか世界経済フォーラムと言ってるんですけど事実上、えー、支配者たちのなんだろう円卓会議というふうに言われてですね <laughs> まあ <laughs> 行くのも難しい呼ばれなきゃいけないんですけどね。で、あのだから仕事とかでですね、すごい成功したりあとセレブになったりすると招待状が来るらしいんですよ。ただその招待状が来るからといって賢いやつではないんですね。成功するっていうのがポイントなのですで、ね、<laughs> バカも山のように来るわけなんですよ。支配者たちの円卓ですけれども、えー、多分これが一応ですね世界中の。 次の年、その年次の年の方針を決める会議って言われてるんですけどそこで,です、ね、このジャック・マーがですね2017年去年の1月ですねラボス会議の経済フォーラムで,です、ね、発言したのがセサミク・レジットですね G マシン用は恋愛の必要条件になるであろうこれからの恋愛というのは G マシン用なくては成り立たないというふうに言ったというのが今回の話の始まりです。で えー、今日の話はです、ね「ニュースピックにです、ね」に8月の31日だったかなに掲載されたニュースをもとに話しますで、えー、その中でまあ語られていることをベースにやっていくんですけども、基本、まず基礎ですね、えー、g シ信用セサミクレジットというのはある人物の信用度をスコア化数値化したようなものと信用度ですね。えー例えば まあこの人はアリババグループですからもともとはですねアリババで買い物した時の買い物の履歴とかですね、えー、とあと資産とか金融サービスの利用状況で採点するとこれに SNS 上の評判ここからがややこしくなってくるんです SNS でその人がどう思われてるのかっていうのを足してきたというやつで、えー、まあ具体的に言うとですね個人の買い物の習慣や友人関係自分の時間の を過ごす方法なども、スコアに影響を与える。と。例えば、「10時間ビデオゲームをプレイする人は、怠け者とみなされる。」とかですね <laughs>。でも、それも全部、自己申告なんですよ。なんか、t w i t t e みたいなやつで、「10時間もゲームしちゃった!」って言うと、評価が下がってしまうんですね。おむつを頻繁に購入する人っていうのは、えー、親であると。で親は害して、責任感がある可能性が高いということで、その責任感ポイントが上がっていくわけですね。つまり、何を買い物したかによって、その人は多分、 こういうものだというふうなものがあると、一つ一つのこれってまあ対して意味はないんですよ。そこが狭みですね。ところがこれが膨大に重なると。 あのいわゆるビッグデータというやつになって面白いことはですね個別のことを言ったらなんかこんな笑い話みたいなもんなんですよ笑い話見たもんなんですけどそれを1年も何年もその人がやっていること全てネットを通じてやっていることつまりクレジットを使ったとかですね日本だったらスイカみたいな交通系カードでどこからどこまで行ったということを全て集めるとほぼその人の。 信用度が分かってなりと,、ねまあ、とはこのジャック・マーはさらにですね高い信用スカを維持できれば金融サービスで優遇されるばかりか公的な市民サービスでも恩恵があり恋愛や結婚でも有利に働くというふうに言ってるんですね。 これがです、ね、大反響となって去年の中国でトレンドワードがです、ね、ものすごい上がったのがササミクレジット、ジーマ信用あと上級市民というです,、ね、<laughs> なんかすごい言葉だよね上級市民というのもトレンドワードが上がってきたと。で、ニュースピックスで,です、ね、この問題を解説するのがです、ね、アリババの金融サービスに詳しいといわれる NCB ラボという会社の佐藤元徳さんです。えー、では佐藤元徳さんの記事をです、ね、引用しながら話していきます。世界でで最も巨大なな信用経済ととは何だろうかというかい話なんですけども。 大丈夫かなこういういい話で。つててきてる、okay えー、まず佐藤さんはですねこのジーマ信用というのを例えば話としてですね団地金融というふうに言いました団地金融というのもね懐かしい俺ね1960年代に聞いたことがある70年代もあるんだけども知ってるかな日本にはかつてサラリーマンがお金を借りるです、ね、団地金融と呼ばれる消費者金融サービスがありました でこれ融資を申し込むと、えー、貸金業者は団地を見に来るとんで,で団地かっていうとまずバーッと並んでる窓を見て借りたいと言ってる人を探して洗濯物を干してるかどうか見るんですねで朝でちゃんと洗濯物干しているとそれは働き者の女房がいるっていう意味なんですよ <laughs> じゃあここで信頼スコアが上がると。でその時に玄関まで行って、て外廊下から見てると。 もうそれで、自転車の置き方とか例えば自転車を置いてたら空気入れどういうふうになってるかとか傘を外に下げてるのか内側に入れてるのか晴れてる日にも傘が外に出っ放しだったらこの家はいい加減とかですそういうのあるじゃないですかでもしあの奥さんとかが部屋から出て行くる時にちょっと玄関を覗くと玄関を覗くと余計な靴があるとか靴が乱雑であるとか靴がちゃんと全部靴箱にしまわれてるとかこういうところでどれぐらいしっかりした家かっていうのを見るわけですねそそういういのののをチェックして、その人の 表面上の資産だけではなく日常生活がどれぐらい荒れてるのかきちんとしてるのか几帳面の性格であるのかもしくは近所の人にも聞き込みをすると。でどういうふうにあちゃんとあの夕方5時6時には帰ってきますよとかいつもお酒の匂いさせてきますよとかそういうのもこう聞くと。やつで。 実は1960年代ぐらいの日本には当たり前のようにあったんですよね。それはもうあのサラ金みたいなんじゃなくて団地金融って看板出してるくらいだからあったんですけども、まあこういうことは昔は当たり前。だってそうでもない限り。 担保として不動産を持っている人以外にお金を貸すときってそういうところを見るしかないわけですよね。だから探偵事務所ほどまめにやらないんだけど軽く見に行くぐらいでそれでだいたい分かっちゃう部分というのがまあ昔はあったわけです。でこれをデジタル時代に巨大化させてまあ,あの応用したのが2015年に登場したですね G マシン用というやつです。 基本的には昔は足で調べるものだったんですねその人の素行調査信用調査っていうのは。で、えー、恋愛結婚だったら割とありがちだったんですよ昔あのなんだろうお金持ちの家が娘が恋愛結婚する息子が恋愛結婚するという時大体いい探偵雇ってですね相手の人の素行調査っていうのをやったんですねつまり見合い結婚っていうのは仲人による長期信用調査が済んでる状態というふうに考えるわけですよ。 えー、なんでこの見合い結婚っていうのが長持ちしたのかとかあとそういうものが成立したのかっていうと仲人という人がそれぞれのなんだろうな男の子女の子が割と子供の頃から知っていて親の仕事も知っていてほぼどういうものか隠し事できない状態でバレてるとだからまあここら辺がお似合いじゃないですかって言ったらマジでお似合いな場合も多い。ただそれでも やっぱその私は恋愛結婚するぞよっていうふうにあの子どもの頃から少女漫画なんかを読んでいて決意していた女の子には、まあ、そんなのは余計なお世話なんですよね。えー、なのであの恋愛結婚をやりたがる人もいるそういう場合はです、ね、あの恋愛結婚の場合はでもこの人,ちゃ,んとした人のちゃんとした会社に勤めてるのっていうのは赤の他人のもう自己申告のみなんですねその娘が連れてきた赤の他人の自己申告を信じるしかないと。 なのでまあ調査コストがかかるのでそういう調査コストとかですねなんだろうなあの長期の,あの調査の手間っていうのを圧縮するためにまあ見合い結婚と恋愛結婚だったら僕の子供の頃は恋愛結婚というのはややはしたなくて見合い結婚というのはちゃんとしてるとそれが僕が中学校高校ぐらいになってくると見合い結婚は自分で相手を見つけられないダメな人恋愛結婚はちゃんと自分で相手を見つける偉い人っていうですねなんかその いわゆる1945年昭和20年の敗戦日本の敗戦終戦記念日をあのなんか境にしてアメリカの印象が全然変わったというのがよくあるじゃないですかそれと同じように1970年の大阪万博あたりを境にして実は日本の恋愛結婚観っていうのはガクンっていうふうに変わったというのを僕はもう見て体験してるんですけども。 g マー信用というのはこういう仲人さんとかそういう探偵事務所の人力による素行調査っていうのをデジタル的に日常生活をビッグデータを集めることによってチェックして信用できるかどうかというのを割り出す仕組みなんですね。で どんな特殊事情かというと中国ではかつてお金を返さないのは当たり前という人がいる人がある一定の割合でいたって書いてあっていやそんな恐ろしいかつてって書いてるんですけども本当かよてますお金を返さないのは当たり前という人がある一定の割合でいたで。で えー、日本ではです、ね、そういうふうなデータとか,とかです、ね、こういうあの G ーマ信用みたいなものっていうのもあるはあったんですよであの中国ではお金を借りても解散運が当たり前踏み倒せたらその分だけ得じゃんっていう人がいっぱいいたので G ーマ信用みたいな仕組みを作って誰でも信じていいわけじゃないだからといって全員を疑ってることが正しいわけじゃないっていう何かこのアンバランスというのに対応するために G ーマ信用というのが生まれたんですね。 つまり信用とかその人に対する信頼度というのを見える化して数値化したものがジマ信用なんです。信用スコアによってもっとマナーの良い社会を作ろうというのがコンセプトここがね面白いんですねつまりもともとはさ最初に言った通り借りたお金を返さないのが当たり前という人がある一定の場合やいたと <laughs> 何回言っても笑っちゃうよね <laughs> でこれを信用スコアというのを個人個人につけることによってもっとマナーの良い社会を作ろうと。 これは確かに中国社会にとっては国際問題にもなりかけてますから実は緊急のねあの課題なんですよね本来であればお金にまつわる信用データはクレジットカードの支払い情報が基本ですとちゃんとお金を返した人かそうでないかというデータベースしかしこのアリババはですねもっと面白いサービスを思いつきましたアリババにおける購入履歴に加えてソーシャルネットワークの評価であったり本人の資産や金融サービスの契約能力といった情報を集めればさらに幅広い信用素化を築けると気づいたと まあ、あの割と、ね、僕はこれなんだろうなみんなやろうかと思ってたんだけど禁断の手法であることはあるんですねで、えー、なクレジットカードを発行していておまけに通信販売もやっていておまけになんかあのなんだろうな SNS サービスも全部手がけてる会社いないとなかなかこれできないんですよ。G マシン用の,、ね、の実際のユースケースというやつですねこの保証金の代わりになると。 650点以上の人は G ー MA 信用のスコア650点以上の人は提携するレンタカーやシェア自転車ホテル賃貸物件図書館の利用の時にデポジットを支払い必要がなくなるとビニール傘やスマホ充電器を無料でレンタルすることもできる G ーシン信用スコアの活用例として最も一般的な部分野こういうところから徐々に始まってきたんですねで、えー、まあ,あの借りたものを返すつまりレンタル自転車を借りたらちゃんと返すとか あのよああいうのを借りた時にちゃんと返す人っていうのが徐々に徐々になんかそういうことをマナーを守る人と守らない人っていうのは明らかに区別しちゃおうで区別するだけじゃなくてスコアつけちゃおう点数つけたらそれを誰でも見える化しちゃおうというのが G マシン用ですだから社会マナーがいいとかあの人は大丈夫信頼できるという曖昧な数値を評価を数値化して全く面識のない第三者にも利用可能にしたここが G マシン用のすごいところですね。 あ,のあいついいやつだよってあいつ大丈夫だよっていうのは実はその人の身内の数十人ぐらいのグループでしか通用しか用ないんで,すでもこれ数十人にあいついいやつだよあいつ信用できるって思われたら少なくとも何か5人や6人にお金借りることぐらいできるじゃないですか。でこれの仕組みを見える化して誰にでもできる検索性というのを与えておまけに溜め込む貯蓄性ですよね。 つまり信用というのは溜め込んで何年も友達を裏切らなかったらあいつのバリューがまたなんか何ポイント上がるというふうなもので評価の仕組み報酬の仕組みというところまで作ってしまったとこれね実はこのジーマ信用というのは僕は貨幣に続く人類の大発明だと思うんですけれどもですね。